松田学です。昨年来大変悪化した日韓関係で国民の多くが日本政府の今回の対応については拍手喝采を送ってですね、断固たる措置をですね取ってきたということは非常に良かったんですが、でもその中で私が見ていてもこれどう何なんだろうと違和感を感じたのがですね、日韓議員連盟がですねどうもいろんな動きをしていてですね、これ保守派の人が結構怒ってんじゃないかなということがあって、なんか徴用工問題の解決のために向こうが基金を作るとか言ってきたり、韓国の議会の議長が来てテレビでも発言したりしてですね、そこに河村武雄元官房長官がいらっしゃってですね、これ一体何なんだろうという思いをされた方も結構多いと思うんですね。で今回ちょっとこの問題問題に切り込んでみたいと思いまして、ここにご著書のあるように、松田政策研究所の研究をしていただいている著作家のですね宇山拓英さんとこの問題を論じてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。でそもそもですね、この河村元官房長官ですね、はい、これ何を狙ってですね、はい、この日韓議員連盟の動きっていうのはこのあたりちょっと説明していただけますか。はい、はい、もう本当に不可思議な動きをされておられるわけですが、はい、日韓議員連盟の幹事長で、はいはい、自民党の河村武雄元官房長官が、はいはい、この1月正月明けのすぐですね、1月16、17日に訪韓をいたしまして、はいはい、あの有名なムン・ヒサン、はい、国会議長と、はい、そして新たに首相に就任をされたチョン・セギュン首相らとですね、はい、会談をされたわけです。はい、一体何の話をして帰ったのかということなんですが、河村氏は元徴用工問題の解決を図るために、ムン・ヒサン案というのがあるんですが、はい、これは一つの法案化されたものになる予定なんですが、はい、元徴用工問題の解決を図るために、はい、日本の企業と韓国の企業とそれぞれ子企業が基金を出し合って、はい、元徴用工らに対して慰謝料という形でその基金を配っていこう、これがムン・ヒサン案なんですけれども、はい、それを要請を法案の成立を要請をしたというのが河村氏のこの16日、17日、1月の動きであったわけなんです。うん、なるほど。はい、でこの基金案なんですが ですね、はい、彼自身一人で発案するとも思えないんですが、やっぱりそれを支持する勢力とか、はい、まあ、いろいろな要請があって動いているような気がするんです。その後どうでしょうか。私は河村議長がですね、はい、この単独でこういったことをしたとは到底思えないわけであります。河村武雄幹事長の発言をですね確認をしておきますが、はい、この17日の帰国に際して最終的には日韓両首脳が文議長の法案について合意することが望ましいという踏み込んだ発言をしております。さらにはこの法案が成立すれば日本の企業や国民も基金に出資するぞということまで言ってるわけです。でなぜここまで踏み込んだ発言をするのかということを考えた場合、私の考え方なんですが、はい、これは官邸の意向を組んだ連動した動きではないかというように疑って、日本側で官邸の意向が背景にあるかもしれない、はい、あるかもしれないと、はい、やはりその官邸もですねこの韓国の問題を解決すべき事案としてずっとこれまで懸案事項として捉えてきた部分というのがあると思うんです。非常に強く今までと違って望んできた輸出厳格化措置ということもございましたが、はい、そういった事柄とはまた別に一方で韓国問題をどうにか修復したいというような考え方もあったと思うわけなんです。でそういう中でこの河村氏ら日韓議員連盟の動きというものを捉えていけば負に落ちるという部分があるわけなんです。なるほど。実際にこの文議長のですねこの動きというのもこれも韓国大統領府の意向を組んだ動きなんです。で韓国大統領府の意向も組んでると、これは意向を組んでると思います、はい、間違いなく組んでると思います、はい、日本だけじゃなくて韓国側もこれそれぞれが勝手なことをやってるというわけではないと思います、はい、で韓国は、賠償命令を受けた日本企業の資産の
売却、徴用工訴訟などでのこの資産の売却ですね、はい、これによってこの現金化をして、その現金で元徴用工らの人たちに慰謝料を配ろうとしていたわけなんですが、 それをしてしまうともう完全に日韓両国間が関係が破綻をしてしまうわけであります。 ですからこの反日を掲げながらも日韓関係の悪化に歯止めをかけたいという思いを韓国の大統領府も持っているのではないかと。なるほど。お互いにその利害が一致をするという状況の中で、こういう1月の動きになっているというふうにしか、まあ、私には考えられないわけなんですね。ただこの日本の政府もですね、そうは言いながらもきっちりとですね、茂木外務大臣は、1月14日の、サンフランシスコ近郊で行われた両国、日韓両国の外相会談でですね、はっきりと自分たちの立場をこう言っています、自分から韓国側の責任で解決策を示すよう改めて強く求めたところでありますと、韓国の問題としてこれは片付けてくださいよということを要請したんですよと、日本は1965年の日韓請求権協定でこの一連の保障問題というのはすでに解決済みの立場であるということを改めて示したという形になったというように思います。はい、なるほど。でところが、まあ、こういったちょっと融和的な動きが両国から出てきているということですね、でどうもちょっと心配なのは官邸の意向があるとさっきおっしゃったこととも関連するのかしないのか分かりませんが、フッ化水素の輸出管理厳格化してますね、まあ、報道でもですね、経産省のとなんか韓国がいろいろやり合って、まあ、厳しくやってたのが、あるところでなんか握手したような、その後どうなったのかっていう、これ意外と知られてないと思うんですけど、どうなんでしょう。おっしゃる通りですね、昨年の7月に通産省の通達という形で輸出厳格化措置、革新素材のですね、輸出に対してこの厳格化措置を取っていく、ということが発動されたわけです、この厳格化措置っていうのは今でもずっと続いているわけなんですが、そのはずですよね、実はこの新型コロナの影響でこの混乱の中であまり報道がクローズアップされていないという部分があるんですが、財務省が1月30日に発表したデータでは、この2019年の12月の品目別の貿易統計というのがございますが、この統計によるとフッ化水素の韓国への輸出量は前月比約838倍の約794トン、これが輸出許可をされたということが、実は11月から1ヶ月を置いて12月に838倍と、そうです、急増ですね、これは急増です。まあ、それは韓国の方でこのフッ化水素の在庫が枯渇をしていたので、できるだけ多く入れたいんだということの中でこれほど多くのものが、日本側にも在庫がストックされてましたので、一気に送られた、と思われますし、今後もですね、これに匹敵するような数量が私は送られていくんだろうというように思います、そうですね、つまりこれは、結局優遇措置の今までの撤廃措置というものが、事実上、骨抜きにされてしまったというふうに言えると思うわけなんです。あの日本政府があの時に、あの去年の夏の時に取った強圧的な姿勢、もう韓国を甘やかさないんだと言って、安全保障上の問題としてこの管理措置というのが提起をされてきたにもかかわらずですね、ここに来て急にこの個別許可を下ろして、韓国にまさに歩み寄りを示しているというような格好になっているということについてはですね、私はこの甚だ疑問、そして不信感を感じるところであります。そもそもこの論理としてですね、徴用工とかそういう問題ではなくて、これ安全保障上の措置であると、で国際的な約束を履行するためには、いかがわしいところに輸出されている可能性のあるものについてはちゃんと審査しますよということで、
例外的にその審査しなかったものを個別審査にしたわけですよね。そうですね。じゃあその根拠であった安全保障上の懸念というものが明確に解消されてない限り、はい、これをやめるということは、はい、これはそれ以外のその配慮が働いていると考えざるを得ないですか、はい、と思います。はい、その通りです。おかしいですよね。おかしいです。論理としてですね。そもそもこの措置が発動される、はい、その前提となった理由として、はい、安全保障上の懸念があって、はい、過去3年間にわたって、はい、その問題を問い合わせを日本側韓国に対してしても、はい、全く応答返事がなかった、はい、協議すら持てなかったと、はい、もはやこれは韓国に対して信用ができないということで、はい、優遇措置が撤廃されたわけなんです、はい、でその今までのその懸念がどう払拭をされたのかということの説明がなければ、うん、この個別許可というものが私はあるべきではないと思うわけなんです、うんうん、そうですよね、ええ、少なくとも審査してみたら、はい、個別に見てみたら、はい、安全保障の懸念がなかったので、はい、いや OK しましたという、ええ、説明ぐらいは説明でもしない限り、はい、おかしい話ですよね、ええ、そうです。そういう話聞いてないですよね。そうです、全く聞いてないですし、でこういうところというのはどこか あの、ホームページにも載っているのかと、はい、まあ、私たちがこれ見逃して見落としているだけなのかということで、はい、いろいろ専門家にも私聞いてみたんですが、はい、いやそんなことは全く聞いてないと皆さんおっしゃるわけなんですね。なるほど。で特にその議員なんかで、うん、こういう関係を管理しているような方々に聞いてみても、うん、寝耳に水であると。やっぱりそうですか。このチャンネルでも松川るい参議院議員と対談して、はい、質問してみたら全く知らなかったって言ってましたね。ああ全く知らないと知らなかったと、うん、いやそうなんですかって言ってましたね。まあ、外交筋の専門の方すらそれを知らないというような形で、うん、こういうふうなこの個別許可が行われていくっていうのは、はい、私はやっぱり不誠実だと言わざるを得ないですね。そうですね。説明責任をちゃんと果たしてほしい、はい、あの問題だと思いますが、はい、あの輸出許可をしちゃいけないと言ってるわけじゃないです。そうなんですね、はい、あの問題がなければですね、はい、あのするということを当初から政府も言っていたわけですから、はい、まあ、私はね、あの個人的にはこう思ってるんです、はい、あの輸出厳格化措置というのは、うん、あのこれは個人的なあの話ですけどもね、はい、事実上の制裁であるとさえ私は考えてました、うんうんうん、金融措置によって韓国の首根っこをぐいぐいと締めてやるというこれは非常に効果的な制裁であるとさえ私は本音の部分では考えていたわけなんですが、はい、まあ、日本政府は決してそうは言わないわけです、うん、あの WTO に訴えられたらどうするかというような問題もありますから、これは純粋な安全保障上の問題であるということで通していました、はい、私もそうあるべきだと思います、はい、政府の正式な立場といたしましては、はい、なのでこれは問題がなければ輸出は再開されるということはいいんです、はい、OK なんです。だけどもそれを一言国民に分かるように、私たちに分かるように説明があってもよかろうということを申し上げているわけなんですね、はいはい、そうですね、はい、でそうするとですね、このなんか政府が、日本政府がこうなんて言いますか、態度をこう軟化させたっていうかですね、はい、弱腰になっているというふうに見えちゃいますけれども、はい、そのあたりどうでしょう、私はこれが先ほどの日韓議員連盟の動き、はい、まさに韓国に歩み寄るようなその動きと、この復活水素などの問題が連動してなければいいなという懸念を強く持つわけなんです、うん、そうですね、というのはですね、12月の昨年の12月24日に、ムン・ジェイン大統領と安倍首相が中国の重慶で、はいはい、首脳会談を行っておるわけなんです、はいはいはい、この12月の24日に、はい、まさに復活水素の個別許可が下ろされてるんです。あ、同日の日に下ろされているわけなんです。何らかの両者の合意があったのではないかと、当然これは疑われるわけなんですね。なるほど。そういう一連の流れの中からこの徴用工問題でも落としどころを今探っているところであるというふうに見ていけば、全てが腑に落ちるわけなんです。なるほど。ただどうしてそうなってしまうのかなと、はいはい、我々せっかく拍手喝采を送っていたものとしてはですね、腑に落ちないところがあって、なんかその
弱みでも握られてるのかなと、はい、普通に勘ぐっちゃうんですけど、どうですか。はい、一つ私の経験談を申し上げたいと思うんですが、まあ、よくこの日韓議員連盟が韓国に対して必要以上にこの甘い顔をするということで、彼らは何かその韓国に弱みでも逃げられているのかと、なんか特別な利権でもあるんじゃないのかというように多くの方が感じられると思うんですけどもね、まあ、私はこんなことが以前ございました。私はよく政治家の選挙の手伝いをですね、はい、まあ、自分もこの政治にちょっとかかってたもんですから、はい、するわけなんです。でその手伝いをしているとある日どこからともなく集団が現れましてね、はい、10人ぐらいの集団が現れまして、はい、その集団が手際よく選挙の手伝いをしてくれるんです。ポスター貼りをパッとしてみたり、演説会場なんかで、椅子をささっとこう並べてくれたりですね、受付もパッとこう済ませてくれたりとか、非常に手際がいいんですよ。あ、これは選挙に非常に慣れた人間だなと思いましてね。で、まあ、例えば私はその中の一人に聞くわけなんです。あなたたちは一体どこのその会に所属をする人たちですかと聞いてみると、某国に本拠を置く宗教団体だったわけなんです。そういう人たちがいわゆるその手取り足取り、まあ、選挙の議員で応援をするというようなことが実際に、これは一人の人じゃありません、いろんなところであるんです。私はそういうの長いないから落選したのかもしれませんやっぱりこの政治家というのはですね、選挙で人員というものが喉から手が出るほど欲しいものなんですね。本当その通りです。一人でも二人でもそういう戦力になる人たちがいてくれるということは、これほど助かることはないわけなんですけど、選挙をやる側からすると切実な問題なんですけどね。ですね、はい、まとめて10人をこう送ってくれるとなってくると、当然その人たちの意向を組まざるを得ない。またただの無給の無料の報酬での秘書として議員に送り込んでくるという、なるほど、そういう場合もあるようなんですね。選挙をやるときに一番困るのは、ね、報酬の問題なんですよね、はい、で報酬をやっちゃいけない、まあ、規定がありますので、はい、特定の人しか上げられないんですが、でも上げられないとやっぱり皆さんね、無報酬でとなるとよほど思いの強い人だとか、それこそ別のところに利害関係のある人とか、はい、そういうふうになってくるんですよね、でたくさんの人をですね、無報酬で来てもらうっていうっていうのは普通 の候補者にはなかなかできないことなんですよね、ここが一番の問題なんですよね、そこのところでそういう力添えを得てしまうとするとですね、やっぱり政治家としては頭が上がらないっていう、なりますね。ありますね。なるほどね、はい、まあ、これ制度的にこういうことを取ってると、無報酬がいけないというような、無報酬でないとダメなんだというような、こういうことで地下に潜ってしまうんですね、悪が。で裏の見えないところでそういう利権のやり取りなんかが頻繁に行われて、まあこういう日韓問題や外交など、その他産業政策もろもろのことに影響が及んでくるという不健全な状況になってると、そういう、まあ、選挙のあり方自体が国益を損ねることになってると、はい、その中でこの二階幹事長は、はい、まあ、中国にたくさんの人を連れて行ったりしますが、韓国もっていう話もあるんですね。そうなんです、二階幹事長1月9日、東京都内で、日韓議員連盟の相手が韓国の菅善る会長と会談をいたしました、はい、この場でですね、まあ恐ろしいことを言ったんですね、はい、近く1000人規模で韓国を訪問しますよという約束をしたわけなんです。でこれに対してこの菅会長は、二階幹事長は未来の世代のために韓日関係をうまく解決していこうと話し、私も共にうまくやっていこうと、そのようにお答えをいたしましたと。これ1000人規模の応援団がいるということなんですよね。そうですね、まあ、実際にはこの後日の報道で、いや1000人じゃない、2000人だ、3000人だというような訂正の報道もございましたが、まあ、こういうようにその財界を中心に我々が考える以上に韓国と深い関わりを持っている勢力というものがあり、そういう勢力から
日頃から日韓議員連盟は支援をされているというふうに考えることができると、やっぱりそういう、まあ、底辺というか構造的な問題があって、はい、日韓関係が我々の見えないところでこう、はい、否定されているという感じがいたしますが、はい、ただあれですね、じゃあ日韓関係修復という流れがいつの間にか出てきちゃったわけなんですけれども、今こう登場しているムン議長ですね、はいはい、この人がこう前面に出てきてるわけですが、どういう方なんですか。はい、はい、あの有名な、日本でも大変有名な、はい、方になりましたですけども、はい、天皇陛下を屈辱をする発言を2019年の2月7日、はい、ブルームワークのインタビューでしたということがよく知られているわけです。従軍慰安婦問題で天皇が一言慰安婦のおばあさんたちに謝れば済むんだという発言をいたしました。はい、あの日本ではこの天皇を天皇というように訳し替えて伝えていますが、はい、彼はムン・ヒサン議長は天皇とは呼ばず、はい、やっぱり日王と呼んでるわけです。日王って言ってるんですか。日王って言ってるんです。天皇とは呼んでません。なるほど。でまさに今のこの上皇陛下を戦争犯罪人の息子などと言って屈辱をしたこの張本人がムン・ヒサン国会議長なんです。はい、一体どんな人間なのかということをちょっと整理をしておきたいと思います。はい、もともと金大中大統領に見出されて政界入りをしたわけなんです。なるほど。あの確かにこのムン・ヒサン議長というのは私たち日本にとっては無礼千万とんでもない人物なんですが、はいはい、しかし韓国の政界の中では彼は非常に有能な人物とされているわけです。力もあるわけなんです。その彼の力力量を見出したのが、はい、まあ、あの金大中大統領なんですね。あの金大中大統領というのは人を見る目が非常に確かだったんです。やはり彼は苦労人ですし、軍事政権でも弾圧を受けながら、そういった目だけは要請をされてきたんでしょうね。あのノムフン大統領や今日のムンジェイン大統領を見出したのも実はこの金大中大統領なんですけれども、ノムヒョン大統領のこの秘書室長としてもですね、ムン・ヒサン国会議長は号案を鳴らしました。はいはい、その時代に同じ青瓦台でムン・ジェイン大統領が上司として直接仕えたのがこのムン・ヒサン国会議長なんです。ムン大統領の上司だったわけですね、かつての。なるほど。はい、ですからもう維新連心の2人は仲なんですね。なるほど、そういう方なんですね。はい、まあ、でもそういう方がこうやって、まあ、妥協に、まあ、あんな失礼な発言をして今度は妥協に動いてきたと、なんか簡単に乗っちゃいけないような感じがしますね。そうなんです。はい、まさにこれは官邸と大統領官邸と連動した動きの中で、よほど日本も気をつけないと大変なことになりますよということだろうと思うんですが、そうですね、実はこのムン議長というのはなかなか、はい、したたかな人物なんです。はい、この今申し上げた2月7日のブルームバーグのインタビューの天皇を屈辱する発言の後にですね、はいはい、その後にこんなことをムン議長は言っているんです。はいはい、戦争や人道に関連した犯罪には時効がないという発言をしているわけなんです。実はこれはあながち嘘でたらめじゃないんです。よくですね、この植民地支配、不法な植民地支配などに対して、はい、それをこう弁済するような時効となるような時効を規定するような国際法がないという方がいらっしゃいますが、はい、実はあるんです。はいはいはい、でそのあるというのはどの根拠規定かというと、はい、1968年の第23回国際連合総会で規定をされました。はい、ちょっと長々とした規定なんですが、この図にも載っておりますように戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約というものがここにございます。なるほど。これをムン・ヒサン議長は振りかざしているわけです。なるほど。この間あの松川るい参議院議長と議論した時にですね、はい、あの日韓請求権協定、あれが、はい、あの韓国が認めてってないわけではないと、はい、しかし、植民地の支配自体が不法違法なものであるからですね、
というのが彼らの、はい、この判決の根拠なんだけれども、うん、という話をしたら、その違法だったと、植民地支配が違法だったということを言うんであればですね、インドだってイギリスに請求権があるしですね、はいはい、それはもう世界中そうなっちゃうんじゃないのとおっしゃってましたけども、はい、でも実際はそうだってことなんですか。実際にはこのようにあるわけなんです。国際法上はそうなってます。そこが正しい主張になっちゃってるわけです。実際にはで、じゃあどうしてね、イギリスに対してインド人がこういう保障請求、はい、訴訟というものを起こさないのかというのは、はい、起こしたくないように彼らが考えてるからです、うん、ただそういうことまでしようというつもりがないというだけのことなんです、うん、韓国はそうじゃありません。日本に対してこれだけの悪意を持ってますから、うん、インド人とイギリスとの関係とは全然違ってて、どうにかして日本をとっちめてやろうというふうに考えてますから、ムン・ヒサン議長などは堂々とこの戦争や人道犯罪に時効はないと、うん、それ見てみろと、国際連合もこういう規定をしてるじゃないかということを現に言っているわけなんです、うん、なるほど。そうすると、はい、天皇陛下の問題、はいですね、はい、及んできてしまう、ええ、このここ疲れていくとですね、そこなんですよ。これはちょっと気をつけないといけないですね、ええ、あの結局、はい、ムン・ヒサン議長の狡猾なことは、うんはい、過去の不法な植民地支配ということと、うん、天皇陛下の問題を、うんうまく組み合わせているということなんです、はいはいはい、そして日本人としてはこの天皇陛下を持ち出されてしまうと、その天皇陛下に戦争犯罪がどうのこうのと、うん、もう言うことすらですね、うん、当然もう私たちにとってはですね、後ずさりしてしまうようなことになってしまうわけなんです、うん、天皇陛下にこういう類が及ぶようなことが当然あってはならないわけですから、うんね、これ以上踏み込めないというようなことがこの2月、昨年の2月にも外務省の中ではあったようであります。なるほど、はい、でそこのところをうまく、うん、ムン・ヒサン議長はついて戦略をかましてきているというところだろうと思うんですね。でもこれはいわばもしですね、国際司法の場に持ち込まれたときどうなるかということがありますね、はい、そうですね、その辺のところを少し整理をしておきたいと思います、はいはい、そもそも韓国大法院の徴用工の裁判の判決の要旨なんですけども、はいはい、日本の不法な植民地支配によって傷つけられた人権や人道問題というのがあると、その保障をしなさいと、それは1965年の請求権協定で確定された民事の枠組みとは違うんですよと、うん、別の枠組みでこの人道や人道犯罪に対する慰謝料の請求権というものが発生しうるんだというロジックで韓国はこれを迫っているわけなんです、はい、まあ、この辺のところは、先月もですね、松田先生と対談をさせていただいた反日種族主義のですね、はい、徹底解説の動画がありますが、そうですね、そちらでもですね、詳しくこの問題を論じましたが、はい、こういう形になっているというところであります。でこれが今おっしゃるように国際司法の場に持ち込まれれば、うん、日本はどうなるんだと、うん、私はこれ安穏としておれないと、なるほど、いうように思うわけなんですね。だから論点はこの徴用工の強制性というものが、うん、はい、あったかどうか、まあ、そこにその人権侵害という問題が発生するわけですから、慰安婦については少なくとも強制性はないって、これははっきりしてますね。そうです、徴用工についてはどうなんですか。これがはっきりしなくて頭の痛いところなんですよ、はい、慰安婦ははっきりしてるんです、徴用工はどうかなんですが、朝鮮現代史専門家の東京大学殿村大教授がこのように言っています。はい、徴用工について実証的に強制性をうかがわせる記録についての論証が多くあるわけなんですが、韓国側が主張している規模ではないにしろ強制労働の事実が存在するんだと、するんですか。はい、これを実証研究で示しているわけなんです。それは膨大な研究成果が殿村教授にはありましてですね、それをデタラメと切り捨てることができないところが実は私は頭の痛いところで、そして今のところこの日本には殿村教授に対して有効な反証ができている研究者というのが私はいないように思います。そうですか、はい、でよくですね、1944年の戦争末期で、はい、いわゆるこの徴用された戦時強制動員者というのは、うん、これは日本人も韓国人も同じ扱いをされたんだと、うん、もう反強制的にやられたんだから、はい、同じですよ、問題ありませんという人が、はい、まあ、いらっしゃるんですが、はい、しかしそこに強制性があったということ自体に
変わりは私はないと思うんですね。なるほど。ですからこの強制性ということを盾にして、うん、彼らがその訴訟に持ち込んでくると、うん、私はこれは日本にとっても危機であるというように思います、うん、なるほどね、はい、まあ、そう言われても、はい、まあ、常識的に考えてみたら、はい、その韓国はいかにも無理なこと言ってるだろうと、そういうふうに国際社会考えてくれるんじゃないかとなんとなく日本人は思ってちゃってるじゃないですか。思ってしまいますね、例の性善説で、思ってしまうんですが、しかしこれはよくよく考えてみると、はい、国際世論あるいは国際機関というものは、はい、本当に悪意の塊みたいなものなんです。そうですね、はい、日本の主張がまともに通った、正論が通った試しがほとんどないと言ってもいいくらいなんですね。ことこの日韓関係については今までもそうであったわけです。ですからこの相手は何をしてくるか私は分からないというふうに思います、いかなる事柄に対しても対応ができるように万全の備えや対策というのが必要になってくると思います。そうすると我々この問題ちょっと楽観視できないなって感じがしますけれども、はい、しかしこの問題ちゃんと対応しないとまたとんでもないことになりそうな、はい、だからこそじゃあどうしようかっていう議論になるんですが、はい、どんなスタンスを日本として取るべきだとお考えですか。はい、この万全の対策を取るべきなんですが、はい、その対策というものが冒頭申し上げたような日韓議員連盟の基金創設、はい、こんなことになるならばですね、その対応というのは私は間違っているというように思います、はい、政府がこの私的な基金だからこの黙認をするというようなことは私は決してあってはならないことだと思います、うんうん、やはり政府は従来通り解決済みという立場を強く押し通して韓国の問題として処理をしてください、うん、このスタンスを貫き通すべきだと思います。なるほど。ただ一方で一つですね、この懸念をされるのは、はい、いわゆるこのムン・ヒサン議長の法案というものがこれが前に進んでいった時に、はい、これは私的な基金という形になってくるわけなんです、はい、私的な企業が私的に出し合ったものです、うん、その私的なものに対して日本政府がそれを禁止するというようなことは、はい、これはできないわけなんです。確かに、はい、私的なものでありますから、はい、ですからその私的なものまでは私たちは感知しませんよって言って政府が事実上黙認をするようなことがあるならば、これは最悪の状態になってくると思いますので、そこは私は気をつけなければならないと思うわけですが、じゃあどうしたらいいのかなんですが、日本企業がその今後取るべきスタンスということで私はこういう提言をしたいと思います。政府がぜひこういうことを発信表明をしていただきたいんですが、日本国として解決した補償問題について、各々の企業法人が日本国とは別に独自の個別的追加措置を取るには及ばない、うん、そのような個別対応が他の企業法人に及ぼすであろう波及的影響についても広く公共の観点から考慮されるべきであると、うん、私はこういうふうな文言を政府がぜひ発表していただきたいというように思うわけなんですね。なるほど、なるほど。で、広く国民にこういうことを政府はスタンスとして表明をしてますよということを周知をした上で、それでも一部の企業が暴走してこの指摘基金に応じるというようなことがあるならば、全体の公益を損じるというようなことがあるならば、他の企業に迷惑もかかりますから、その企業に対して何らかの社会的な世論的な制裁というものが加えられて、その商品をもう買いませんよと、その企業が作ってる服はもう二度と買いませんよという運動が市民の中で自然醸成されると思うんですよね。それがまさにその社会的な企業に対する制裁として機能すると思いますので、決してこの私的基金に応じてはいけませんよということをやっていただきたい。それこそ企業の社会的責任だということを、はいはい、まあ、はっきりさせると、そうです。そしたらやっぱり企業としてはイメージが悪化しちゃいけないっていうふうになって、はい、ものすごく自粛するだろうということですよね、はい、そうです。目先の利益にとらわれて、はい、韓国とお商売がしたいから、はい、だから自分はそういう韓国を助けるんだみたいなね、はい、それは通用しませんよっていうことなんです、やっぱりそのあたりが政府がグラグラしてたらダメですね。はい、そうです。そこのところはこの日韓議連の動きかなんかで、はい、どうも政府がバックにいるんじゃないかという、はい、冒頭のお話、これでは到底いけないと。そうです。
いうことになりますね。そうです。なるほど。政府がフラフラするとやはり世論もフラフラする。本当ですね、はい、あの企業もそういうことをしてもいいんじゃないのかというようなことでフラフラして、はい、しっかりとした指針をここで打ち立てるべきだと思います、うん。まあ、外交というのはですね、いろんな意味で、あの日本の憲法にも公正と審議に信頼してってことはありますが、はい、でも本当にそれでいいのかなっていう場面が、はい、日韓関係で非常に痛感されましたけど、いかがですか。はい、その通りですね、はい、このようにその日本の企業がですね、うん、韓国と、まあ、癒着とまでは言いませんが、はい、関係を結びつけていく中では、日韓断交というようなことがよく保守派の中から言われますが、うん、なかなか簡単に断交ができないという部分はあろうかと思います、うん。はい、人の行き来を止めたりとかいうようなことは物理的にできるかもしれません、はい、しかし金融や情報のやり取りといったものまで、これを全て止めるということはなかなかできない、うん。企業の活動の連携そのものをそれを禁止するというような、そんな法的枠組みは当然、両国ともにないわけなんです、はい、付き合わざるを得ないという部分がある中で、その上でですね、やはり日本は今まで甘い顔ばかりして韓国に対して、むしろこれたかられてきたと言っていいぐらいのことをずっとされてきたわけなんですね、はい、でそういったことをもうやめませんかということだろうと思います、はい、今回の、昨年の7月に出された輸出厳格化措置というのは、はい、韓国にそういう強いメッセージを送るということでは非常に私は効果があったと思いますが、まあ、ここに来て何やらこのグラグラしてるので大丈夫かなという懸念も一方であるということだろうと思います。最後にですね、ぜひこの言葉をですね、見ておきたいと思います、はい、16世紀イタリアルネサンス時代の政治思想家のマキャベリの、マキャベリ、はいはい、マキャベリズムのマキャベリの、はい、有名な言葉が、こんな言葉があるわけなんですが、今の日韓関係に非常にですね、示唆を与える言葉だと思います、はい、人を率いていくほどのものならば常に考慮しておくべきことの一つは、人の恨みは悪行だけからでなく善行からも生まれるということである。心からの善意でなされたことがしばしば結果として悪を生み、それによって人の恨みを買うことが少なくないからである。まさに今まで日本がやってきたことというのは、この善行にあふれていた、性善説にあふれていた、良かれと思ってやってきたことなんだろうと思います。しかしそれがかえって悪化をし、彼らの恨みを買っているというようなことに今なっているわけなんですね、そうしたことについてマキャベリが16世紀にきっちりと警告をしているわけなんです、なるほど。日本人は今こそこの性善説から脱却をしなければならない、リアリズムに基づいた国際政治というものを考えてきているべき時だと思います。さすがマキャベリは素晴らしいリアリストですね、はい、そうですね。この言葉は非常に重みがありますね、はい、あのこの言葉を知っていると知らないとでは、やっぱり日本の国の方針が大きく変わるぐらいの重要な言葉として受け止めたいと思いますね、はいはい、いやもう韓国問題、あの我々どう考えたらいいか、まあ、いろんな意見が、この番組中に出るかもしれませんけれども、ただこれはあの本当に重要なテーゼをですね、はい、今日は上山さんから提案も出していただいて、企業の社会的責任としてものを問われているとそうです、ね、いうことにもなってきた、はい、この韓国問題、まあ、これから我々心してですね、はい、その、全業だけでは済まないんだということで、韓国に不動向き役を考えていきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。